カージナルスのアルバート・ポホルス内野手が15日日本時間16日本拠地で行われたサンフランシスコジャイアンツ戦で通算2988試合目で初登板した。 15対2と大量リードの9回に起きた、通算681本塁打を誇る42歳がクローザーとして投手デビューした。通算681本塁打を誇り、今季限りで引退を表明している大ベテランの投手デビューに球場も湧いた。内容こそヒアンダさん1死球、2本塁打の4失点とものだったが、 しっかりと投げ切ってカーディナルスを15対6での勝利に導いた。ちなみに MLB 公式サイトによると、この日の初球は63.7マイル約102.5キロ、最速は66.7マイル約106.7キロだったという。米メディアも続々と驚きの声を上げた。日本塁打を浴びるなど1回3安打、4失点だったが、 15対6で勝利した試合を締め、歓声を浴びた。試合後のプホルスは、じゃあ俺がやるよって感じで受けた、と、立候補してマウンドに登ったようだ。米メディアが報じている。通算681本塁打の偉大なる42歳が、13. 点リードの9回にマウンドに立った。最初の打者にフォアボールを与えるも、 続くスレーターはセンターライナーに打ち取る。ツーアウト、1三塁からゴンザレスにスリーラン、続くバートにもソロホームランを浴びたが、最後はウェードを47マイル約75.6キロのスローボールで内野ゴロに打ち取り、ゲームセット。全27球を投げ終え、味方とタッチで叩え合った。 大量点差がついた試合で野手が登板することは MLB では珍しくないが、勝っている展開、しかも指名打者として出場していたプホルスの登板とあり、米国でも大きな話題となった。米ミズーリ州セントルイスの地元放送局、KSDK は、試合後のプホルスのコメントを記事でこう伝えている。首脳陣が投手を誰にしようか探していたから、 じゃあ俺がやるよって感じで受けた。夢が叶ったよ。今なら楽しかったと言える。本塁打を2本許してしまったけど、ファンは楽しめたと思う。俺から打った選手たちも楽しめたんじゃないかな。ベーブルースは僕みたいに、初回に4失点はしなかったと思うよ、と冗談交じりにコメントした。 元チームメイトの大谷翔平から何かアドバイスをもらったか問われると、笑顔を浮かべながら次のように答えたという。もし僕が翔平みたいに100マイル約160.1キロの球を投げていたら、もう少し面白くなっていると思うね。プホルスはこの試合が通算2988試合目。打者としても3打数2安打1打点に至球と活躍したが、 それ以上に投手として脚光を浴びた一戦だった。米メディア、バースツールスポーツは、アルバート・プホルスが登板。これは訓練ではありません。元 MLB 投手でアスレチックス中継の解説者ダラス・ブレーデン氏は、今見ているものが信じられない。マウンド上のプホルスは、決して見ることがないと思っていた象徴的なシーン。野球よ、 君は美しいと呟いた。プホルスは、こちらも野手当番していたルイス・ゴンザレスにスリーランホームランを浴びただけに、地元市マーキュリーニュースのエヴァン・ウィーベック記者は、ルイス・ゴンザレスがアルバート・プホルスからホームラン。面白い文章だ。まあいい、一人の投手がもう一人の投手からホームランを打っただけのこと、と思いがけない現象を楽しんでいた。 NBC スポーツベイエリアのアレックス・パブロビッチ記者は、これはすごい。ジャイアンツのベンチ全員が、アルバート・プホルスの投球を見ようとダグアウトの、最上段に出てきている、と注目。米メディア、スターティングナインは、アルバート・プホルスが昌平・大谷にジェラシーを感じていることは明白だ、と二刀流を引き合いに出していた。